韓国、三菱重工に差し押さえ、いわゆる徴用工の裁判によって、三菱重工にも損害賠償の判決が下っているんですが、これに対し韓国側が3月1日に三菱重工の資産を差し押さえると宣言をしてしまいました。こちら現在、新日鉄住金が被害に遭っており、また、 富士越も同様の被害に遭っているんですが、日本政府には、こういった日本企業がこれ以上被害を受けることがないように、しっかりと制裁発動への準備を行っていただき、制裁によって、韓国政府が二度と反日的な活動を取れないように、意味のある制裁を発動していただくよう、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。